ハンガーネットセミナー、9月26日13時から。今回は発音クリニックライブ。えー、キムスノック先生と私が担当なんですけども、中級レベルの人を4人募集します。4人の方に来ていただいて、そこで実際に読んでもらって、キムスノック先生と私が、まあ、改善点を指摘するっていう、そういう、ね、ライブなんです。これがね、ものすごく力がつく。考えても見てください。もし申し込むとすると、 その瞬間から音読の練習が始まります。何をや選ぶのか、まあ、自由課題なんですけども、これと決めたら、もうそこから音読、繰り返し音読。今から9月26日まで繰り返し音読。そして、一番いい状態でその本番を迎える。そして、えー、皆さんの前で、まあ、緊張するかもしれませんけども、指摘をしてもらう。で、改善点を、えー、言ってもらう。 これはね、ものすごく力がつく。スピーチ大会に出るのと同じぐらい、それに匹敵するぐらい力がつく。そして音読に対する姿勢が変わる。他の人の発表も聞いて、そしてその指摘も聞いて、音読あるいは音読のその改善点に関して、センシティブになって、そして集中しているところに指摘を受けますから、改善が早い。だからね、これはものすごく力がつく。 だからこれがね、無料で受けられるなんていうのは、ものすごいチャンスなんですよ。これを、このチャンスを生かさないではない。みんなで一緒にね、発音について考えて、そして自分の発音の改善点を見つけて、そして私たち講師もそこで力をつけようっていう、そういう企画ですから、皆さん、一緒に発音っていうことについて考えて、そして日本人の発音の癖、改善点。 そんなことについて一緒に伸びる、そんな充実の1時間、一緒に過ごしませんかこれを見逃す手はないですよ。クリックしてください。すぐにお申し込みしてください。わずか4人しか受け付けられません。待ってます。一緒に伸びていきましょう。